はい、ということで皆さんどうもご無沙汰しております、三条ございますけれども、ここは JR 西日本最大のターミナル大阪にやってきました。よろしくお願いします。スペシャルゲスト宇崎くん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、僕のチャンネルではですね、変わった旅行から、まあ、日本全国で鬼ごっこしてみたりだとか、まあ、ここからね、前は1万円対決やりましたね。今回はちょっと新しいね、対決やっていきたいというふうに思っております。題してですね、1枚の写真から場所を特定しろ、鉄オタ本気の住所特定対決ということをやっていきたいと思います。一応ちょっと注釈入れると言ってもらいたいんですが、ストーカー行為、これ犯罪ですんでやめてください。はい、ね、ザック君、ジオゲッサーっていうゲーム知ってます？あ、聞いたことあるな。これご存じない方もいらっしゃるかと思うんですが、ランダムでそのストリートビューみたいな写真がバーンって出されて、それがどこかを当てるゲームがあるんですよ。これリアルでやりたいなと。なるほど。ガチでやりたいなというふうに思いまして。そういうことか。ちょっと今からこれからね、お題を出してもらいます。僕らもまだ分かってないんですけど、1枚その写真を出してもらって、その写真の情報だけを頼りに、その現地にどっちの方が先たどり着けるのかということで、特定できんだぞっていうの、これをやりたい。いける？はい。じゃあということで、今回ゲームマスターを務めますホイササです。よろしくお願いします。誰やねん。まあ今回お題となる写真、今グループにお送りしたんで、それを確認していただいて。来た。なるほど。はい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 。あ、わかるんじゃないこれ。どうですかね。センスいいね。あ、どうもどうも、ありがとうございます。絶妙やな、これ。これだから新幹線が一番特徴的やけど、すごいな。ほうほうほう。いいね、いいね。で、今回の、まあ、ルールだけ一応言っときたいと思います。はい、僕ら今、画像を初めて見たんですが、はい、公共交通を使っていきましょうということですね。でも僕も場所分かってないんで、まあ、徒歩20キロとかになっちゃうかもしれませんが。その場所に着いたら、今見た画像と同じような構図で写真を撮って、ゲームマスターに送る。はい、で、どっちの方が早く送れるか。ということで、1秒でも早く送ったものの勝ちなんで、だから最悪鉢合わせた場合、まあちょっとそこはもう、接近戦になります、これは。接近戦になります。もう一つなんですが、これね、調べるの禁止でいきたいと思います。要はその画像について調べたりとか、これなしで、そりゃそうでしょ。いや、わからんくないか、それ。うん。だから、一つ、マップだけ、これ見ていいことにします。あ、地図はいい。地図。上からの地図ね。あ、上からの地図だから、その航空写真とかはもうなしで、はいはい、地図だけ、地図だけだから、イメージも地図を片手に持ち歩いてるだけの話です。むずその場所が分かったとしても、そこまでの乗り換え案内とかそういうのも禁止です、調べるの。あ、乗り換え禁止。はい、だからそれももちろん自分で考えて一番最短で行くというところがまあ勝負なんで、ということで今日もよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はいはいはい。ということで、じゃあ現在時刻14時57分です。遅いな。遅いとか言うな。じゃあ行きましょうか。絶対勝つんでよろしくお願いします。じゃあ行きます。さあどうしようかな。まあ一番わかりやすい特徴はこれよね。山陽新幹線の500系だよね。ちょっと周りをよく見てみよう。周りを、なんかね、特徴的な建物とかがあったらいいんやけど、この奥の方にこうビルがいっぱいあんのよね。でもでね、僕思うのはね、これね、ひときわちょっと高いビルがあるんですよ。ワンちゃんこれアベノハルカスじゃないかなと思うんですよね。やとしたらこのね、位置関係的には神戸の方じゃないかなと思うんですよね。これ一回新幹線乗るか。乗っちゃうのは結構ありやな。でね、もう一個特徴的なのはね、多分これ、ここね、この新幹線の横にね、もう一個このレールがあるんですよ、線路がね。これ多分なんかそういう補線用の線路やと思うんですけどね。だからこれがあるとこやね。さあということでですね、始まりました。僕がね、ちょっと写真を見てもうすでに何個か分かってることがありますんで、それをね、ちょっと言っていきたいと思います。まずね、これね、500系新幹線なんだよな。この500系が走ってるのって現在ね、山陽新幹線だけなんですよ。山陽新幹線ってことは、これ新大阪から博多までの区間っていうのは間違いないんですね。もうこれだけで分かります。車両見ただけで分かる。これ16両じゃなくて8両編成になってるんですよね。ということはこれ昔の画像じゃないということがここで分かります。あとはね、僕が気になったのは、この写真見てみると奥の方にね、山の縁みたいなのが見えるんですよ。これがね、僕生駒山地なんじゃないかなと思ってるんですよね。まさにこれですね、生駒山地で、これが見えるということはですよ、僕の推測なんですけど、これ山陽新幹線って結構特殊で、この神戸付近で長いトンネルに入るんですよね。で、写真見たら開けてたじゃないですか。ってなったら僕は可能性2つだと思ってます。新大阪から新神戸で、さらに言うとこのトンネルに入る前、ここら辺でトンネル入るんで、この大阪からトンネル入る前のここか、もしくはですよ、新神戸抜けてさらにトンネルから出たここですね、西明石の手前ぐらい、
こっからだったらギリギリ駒山見えるんじゃないかなっていうところなんですよね。この2択ですね。じゃあ行きますか。とりあえずまあ1回新幹線やっぱ乗ろう。うん、ちょっとわからへんな場所が。とりあえず、まあ、新神戸ねまで新幹線の切符を買いました。まあ西方面じゃないかなと思うんですけどね。とりあえず行きましょう。じゃあよし、とりあえず新大阪着きました。こっからねこの新幹線に乗り換えます。ダメだ、全然わかんねえよ、全然わからん。500系がこれ8両編成であって、山陽新幹線つまり新大阪より西でかつ生駒山脈が見えるという、これしかわからない。こんだけしかわからないよ。これ行動が第一です。足を動かさないことには何も始まりませんのでね。はい、まずは東海道線に乗ります。いやこれはね僕も人生初住所特定ですけど場所特定かガチでその場所に行くっていうのはなかなかないことなんでね、はい、くれぐれもねあのストーキングはこれ犯罪ですからやめましょう、はい、とりあえず僕思ったのはもうこれ新幹線実際に乗ってみようと思うんですよね。それが多分話が早いかな。僕もよく新幹線には乗ってるんである程度分かってるつもりなんですけど、写真撮った場所に行く練習なんてしてないですから。だから一回新大阪から新幹線乗ります。で実際にどんな景色が見えるのかっていうのでちょっと照らし合わせていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで新大阪で降りました。あの感じはねもう新大阪より西であることは確実のはずです。よしよし待ってろよ、写真で見たあのスポットに行きます。便利な時代です。 iPhone でね乗ることができますから。とりあえずね神戸まで買いました。なんでね神戸までにしたかということなんですが、僕ねさっき写真を見た時点でもう2カ所に絞ってたじゃないですか。よくよく地図見たらね多分これね西明石の方ではないんだよな。というのもですね左下のところに注目してもらいたいんですね。ね、もう一つ線路がちょっとこうちょっとね側線みたいなのが伸びてるのがお分かりいただけると思います。これってなかなかある設備ではないんですよね。このね設備があるってことは多分なんですけど、これトンネルの近くだと思うんですよ。つまりトンネルでもし中でねなんかそういうトラブルとか起こった時のためにトンネルの近くに、まあ、点検用の車両とか、まあ、そういったものを留置できたりとか折り返しとかができたりするような設備があったりすることが多いんですよ。その時点でのですね僕の、まあ、これほぼ正解なんじゃないかなと思うんやけど刺さってまして、江東園この辺りからもうトンネルに入っていきます。こっちにね線路の敷地が伸びてるのが分かると思います。多分ここで合ってるはず。最寄りはこの江東園なんで、江東園から歩くかバスかで行くっていうのがいいと思うんですけど、まあ、ちょっと外した時は怖いんでね、一応もう僕もね推測は立てました。なんで多分ここだと思う。だから今回まあ答え合わせじゃないけど新幹線に乗ってある程度同じような景色が見えるのかっていうそこをねちょっと確かめてから直行したいと思います。僕もねさすがに初めてです。住所特定のために僕は新幹線に乗ります新幹線乗る人の中でね乗車する理由が住所特定の人いないでしょう、まあ、住所特定というか場所特定なんですが、こっからもうちょっとね瞬き一つできませんからね。あ、目にゴミが入った。こっからはね比較的ゆっくりとしたスピードで新幹線走るんですよ、まあ、この辺りはですねもう大都会ですから建物が多く直線しっかりとした直線ではないということが一つ、あとはまあ駅間がね短いっていうのもありましてそんなにスピードは出しません。ちょっと見逃さないように多分一瞬やと思うから、マジでこの信号右側に補線用の線路があって、でその直後に多分ねこれ橋の上から撮ってるから橋があるはずやねんな。なんでこの辺にちょっと視点を構えてね見たいと思います。いやどうや今のところ補線用の線路がない。あーそうやってねこれあとねこれこうやって新幹線にもしかしたら被られる可能性もあるからね、それは最悪やな。だんだん速度曲がってきたよ。もうちょいゆっくり走ってくれ。これ神崎川かな、多分これで兵庫県に入ったはず。あーでもなんか風景似てるな、写真と似てるなすごく。いやこれワンチャン新神戸より向こうっていう可能性もまあありますね。おお待て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 、今んとこ今んとこ今んとこ、おい今んとこやろ、あれやってあれやってあそこやって
間違いない、あれやわ、あれあれ、これ今トンネル入ったな、橋じゃなかったんや、あれトンネルや、トンネルの入り口から撮ってたんや。もうだいぶ絞れたぞ今ので。来たな、これは来た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 、絶対そうや、絶対そうや。あ、いいなあ。あ、サロンか、なにわがいるわ。こういう写真だったらもう一発でね、場所わかるんですけどね電車さえ映ってたらね、大体なんとかなりますから、鉄道ファンの人ね。そうだね、やっぱ見えるわ、ほら山のね、ほら縁が見えるでしょう。ただ近すぎて逆にビルに阻まれて見えないんだな。だからもうちょっと離れないと、ああいう山の縁は見えないはずです。この辺りが一帯が生駒山地になっております。だからもうちょい離れないといけないな。見えてきましたよ、六甲山地は。これ進行方向右側に連なる山でございます。有馬温泉とかはね、まさにこれを越えた先にあります。もうちょっとでねトンネル入りますから、その時にね右側にね側線がちょっと伸びてたら、まずここで確実かなと。ここら辺ですね。来るかな。車体はゆっくりとカーブして、わからん。あ、これや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 、間違いない間違いない間違いない、ここだ。見ましたか皆さん、わかります、見ましたか皆さん、ここでしょ、ほらこの線見えたよ、これ間違いないだろう。まあそういうことですわははは。今ね列車はこのまさに山の中を走っているところでございます。またちらっと一瞬地上に出て、そこで新神戸で扉が開きます。なんで急いで折り返すためにはどうしようかな、まあ、新神戸で降りて三宮まで出て阪急とかでまた帰っていくしかないな。この辺なんですよ、この関西学院大学とかこの辺ね、川を渡ってすぐやったんで。あ、これ今位置情報バグってます。阪急の駅に行ったんちゃうこれ、阪急今津線、阪急でんちゃうこれ、阪急乗ったらいけそうや。はい、ということでとりあえず新神戸で降りました。いやもうあれ確実そうやな、あの場所やわ。で阪急の高等園、今津線の高等園って駅が多分近そうな感じしたんで、そこまで行きましょう。だから阪急やな、阪急に乗り換えやな。だから三宮まで行かないと一回ね。そんなあいつも賢くないやろ、あんなあれ見ただけで、ああこれ高等園駅の近くねみたいな。そんなねえ、そんなことはないから。で三宮まで出なきゃいけないんですけど、新神戸と三宮は離れてるんで、地下鉄やな、地下鉄使います。この神戸市営地下鉄に乗り換えます。多分そんな時間に余裕ないよな。よし、着いた。案外遠いのがこの神戸市営地下鉄ね。やべ、もう出るやん。もうええや、ちょっと IC カードで入ります。あ、おっとおった、これこれこれやな、これ乗ります。はいはいはい、ということで新神戸に着きました。見てください、列車は駅を出るとまたトンネルに入ります。東六甲山地、これを東西に貫きます、神戸トンネルで、反対側が六甲トンネルですね。この2つを持ってこの辺りを安全かつ生活に、そして迅速に結ぶことができているわけです。線路が2つしかないからね、めちゃめちゃ過密な駅になっておりまして、ラッシュ時にはね3分とか2分おきに列車が出ます。反対側が六甲トンネル、これ乗せてほしいな。何でもやっていいならねこのトンネル歩いていきたいんですけどこれこのトンネル歩くのが一番近いからね。よいしょ、まあ、行けるっしょこれね。さきくんまだ見てないけど、僕はもう確実に新幹線で正解を見たんでね、うん、もうやっぱ現地を見るに越したことはありませんからこれいやちょっと怖いな。私サヨン寺、開始から30分で、もう正解突き止めてしまいましたんで、あとは行くだけでございます。ありがとうございます、いただきました、2勝礼拝でーす。はい、ということで到着三宮、神戸市一の繁華街でございます。 JR はねこの三宮の間に能が入るんですけども、私鉄は入りません。なんとしてでも、なんとしてでも住所を特定するんだ。阪急間に合った、特急がいた、これ乗ろう。
さあということで阪急神戸線に乗りました。特急大阪梅田行き、ちょっと予想以上にね早く見つかってよかったわ。とりあえず西宮北口まで行きます。そうすると乗り換えてね江東園に行くことができます。はい、来た阪急神戸三宮、こっから江東園やな。江東園はあ、やっぱこれやな、今津線や、280円、多分ここやと思うで。西宮北口、ここから今津線の宝塚方面か、これに乗り換えます。あれもう発車する、もしかして。あ、閉まっちゃった。あ、マジか、うそ。え、やばない、大丈夫。え、次何分後これ。え、うそやろ、これ逃したからやばいとかそんなないよな。着きました、江東園。初めてこの今津線に乗ったし、初めて降りたな。俺勝ちや。あかん。前こんなこと言って負けたんやから。西宮北口まで戻ってきました。ここではこの阪急神戸線、それから僕が今から乗り換えていきます今津線、これが十字にクロスするように交わっています。ちょっと急がないといけない。あ、エスカレーターはね歩いてはいけません、右側で。はい。これ住所特定するのにもちゃんとマナーが必要ですからね、はい、しっかりねこれはマナーを守って写真から位置情報を特定しましょう。よしよしよし、これだ。宝塚行き西宮北口から江東園は二駅先なんでね、乗り過ごしは禁物でございます。乗っていこう。さあ決戦の舞台でございますよ、江東園に到着。目的が意味わからんよな。さあ着いた江東園、急いで行かないといけない。バスとかがあったらいいんやけどな。新幹線のそのトンネルのところっていうのはもう分かってるんで、あそこ付近まで行くバスがあればいいんだけど。はいはいはい、ということでね、すいません、バス一通り見たんですけど意外とね近かったんですよね。徒歩で 700m、800m ぐらいしか離れてないっぽいんで、僕がねさっき目星をつけたところまで、だからもう歩きます。ちょっと待って、嘘や、ちょっと待って、今 LINE が来たんやけど、ちょっと待って。やられた、やられた、くっそ。あ、新幹線通った、新幹線。おい、うわ、これどっちや、どこ行きゃいいんや、迷路やがな。ええ感じの勾配やで。どっちかな、うわ、左かな、右かな。え、あ、そうや、地図は別に見ていいんやね。そうや、そういえば、あ、たった、新幹線あった、あ、さっきの、あ、来た、ここちゃん。これ、ここやで、ほら、え、一緒やろ、全く一緒っちゃう、これ、な、え、ちょ、待って、いや、来たやん、ちょっと、うそん、これ、ほら、この青いのおるよな。青いのおるやん。青いのおるで。待ってよ、これどっから撮ってる、でも。ん？こう、あ、上行けるわ。来た。上行けるわ。前は散々やられたけど、今回はやり返すチャンスやで、これ。ちょっと、あ、なんか公園みたいになってるわ。え、ちょ、待って。え、あれ、ちゃうよな。え、あ、人違うよな。服装が違うもんな。いや、来ちゃう、これ。うわ。
うわ来た、え、ここやん、え、ここでしょ、ほらこれ一緒一緒、ここ、これや、あとほら500系があるかないかだけやで、ほんまに、わ、一緒やで、これ来た、ここや、買った買った、ここの光景、これこれ、まさにこれ、そう、はい、OK、 はい、じゃあこれを送りたいと思います。あいつ関西人やのにまだ、え、まだついてへんの、え、え、大丈夫、間違いない、これが横にあった側線だ、ここは分かってたんやけどな、ちょっとしまったな、舐めたか、ザイ君甘く見てたな、一回分かりながらも通り過ぎちゃったでしょ、いらんことしたわ。くっそ、やられた、やられた、いや完全に負けた。そうそうそう、これこれこれよ、これなんだよ。で今日天気悪いからさ、ちょっともう僕地図で分かっててん、なんでかって言ったらここの線路あるやん、うん、これがもうトンネルの前やなと思ったわけ。あ、トンネルの前って分かってたんや。そうだから、だってほらこういうさ、こういう留置線って大体トンネルの前にあるやん。ああ、分かってたんこれで、まあこれは大丈夫、動画に、あ、嘘ついてない、僕嘘ついてない、もうね30分開始から15分から20分、うん、30分以内にはもう分かってた、で分かりながら答え合わせで新幹線乗ってん、うん、したらちょっとあの折り返しに時間かかってん俺。あー、そういうことね。多分、え、どういう感じだったんですか。いや俺は補線か、うん、これに目をつけて、いや悔しいなちょっと。で俺、あ、こっちね、俺はこれがトンネルと知らんかって。あ、そうだからとりあえずまあ新幹線乗って、はいはい、この線路があるところをちょっと見とったら、 あったあったって。あ、そういうことね。あ、うわ悔しいなこれ、ちょっとこれ気持ちわかるわ。わかるやろ、悔しい。じゃあ新幹線乗るまでは分かってなかったんや。分かってなかった。いやだからミスったな俺、だからもういらんことしなかったよかった、答え合わせなんかせずに。で、あの写真遠くの方になんか高いビル見える、うんうんうん、あれがアベノハルカスかなと思った。あー、そっちで行ったんや、うん、俺もうその生駒山地で行った。ただ今日は見えへんな、全然何も見えません皆さん。何も見えへん、うん、この通りでございます。でも一緒の構図ですよ、まさにね。そう、このカーブね、あのどんだけ言っても無駄ですねこれ、無駄無駄。いやー悔しいな。いやー、まあ、多分列車一本の差やと思うわ。じゃあ、あ、本当、乗り換えが、うん、本当。ということで今回、住所特定対決、はい、写真1枚から住所、まあ、どっちもだから割り出すことができましたねこれ、うん、ただ、タッチの差でザイ君の勝利ということで、悔しすぎる。ありがとうございます。いやー、ちょっとこれリベンジしたいです。まだちょっと、また嫌です。ね、まだちょっと考えてますんで、対決企画ちょっと やりたいと思いますんで、皆さんもよければね、あの、くれぐれもあの言っときますが、これストーカー行為、犯罪行為となっておりますんで、人の住所とかいうことはやめましょう。はい、あの友達同士でね、あのジオゲッサーというアプリ、あのゲームがありますんで、これはもう合法ですから、こういうやつで遊んでもらって、今回は僕たちリアルジオゲッサーということでやりましたが、またちょっとね場所を変えてやったりもしたいなというふうに思っております。はい、ということでこの動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。